さあ、今日はですね、少々お待ちを。よいしょ。さあ、今日はですね、子供のおもちゃについてお話ししていきたいと思います。さあ、子供のおもちゃ含めてですね、尾花美穂先生の、作品を、まあ、ほとんど、おそらくは、まあ、有名タイトルは全部読んだ上で、まあ、その中でも子供のおもちゃのね、ことをお話ししていければな、というふうに思っております。むちゃくちゃ面白かったんですよ。子供のおもちゃ、改めて、まあ、1990年代の漫画なので、僕も改めて読み返したっていうのは20年ぶりとかだったと思うんですけど、でもその当時読んだものとまた違うあれですよね。なんかすごい趣というか、なんか感じるものがむちゃくちゃあって、まあそれ含めてね、この尾花美穂先生の全作品を通しての尾花美穂さんの考察というか、こういう漫画家さんなんだよっていう解説は、まあ、後々またこの動画として出させていただこうかなと思ってるわけなんですけども、今日は、ご近所物語っていうところだけに、まあ、一応、フォーカスしてお話ししていければなと思っております。どうも、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。3週間ぶりとかなので、なかなかね、毎週日曜日ね、やらせていただいてて、配信を。そうですね、毎週日曜日を楽しみにしてくださってた方もね、中にはいらっしゃったかなとは思うんですけども、ちょっと、最近はね、個展の準備だなんだっていうのでね、ちょっと週末使えなかったので、お久しぶりとなりましたけどもね。はい。皆さんも読んでおりますかね、子供のおもちゃ。ね、こちら中心に行きたいと思いますんでね。大丈夫ですかね？声聞こえてますかね？配信できてますか？私は。あ、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こだちゃ大好きです。あ、ありがとうございます。こんばんは。お久しぶりです。ゆうさんもこんばんは。ありがとうございます。おむすびさん、ケティさん、ありがとうございます。サリーさんもこんばんは。こだちゃ懐かしい。懐かしいね。懐かしいですよね、これ。皆さんもね、多分、まあ、最近読んだっていう方はちょっと少ないと思うんですけど、まあね、20年前ぐらいの作品なんだけど、これはすごいぞと。ね、ユウさんもことちゃ嬉しいっていうね。で、これ、頭の方に、もう早速なんですけど、お話をしてしまうと、子供のおもちゃ、この、まあ、全10巻ですよね。全10巻で、まあ、完結してる中での楽しみ方っていうのももちろんあるんですけど、やっぱり大好きな漫画って、その後ってどうだったんだろうなっていうのってめちゃくちゃ気になるじゃないですか。だから、ご近所物語、矢沢さんの作品ですけど、ご近所物語の、まあ、続編としてパラダイスキスが描かれて、その後の美加子だったりとか、つとむだったりとかね、いろんなご近所メンバーの、その後が見れたっていうのも嬉しいですし、まあ、少年漫画で言ったらジャンプの中での、スラムダンクとかが何年か経って10日後っていうね、スラムダンクが完結した後の10日後を、井上雄彦先生が、まあ、学校の、黒板にね、チョークで書いたものが残されていて、まあ、それしかその後が分かってないとかっていうのもあるけども、ファン的にはすごく胸熱だっていうのが結構あって。あよさん、こんばんは。ハロウィンって何食べれるの？あ、斉藤さん、こんばんは。こんばんは。 そうか、今日ハロウィンなんだ。 その意識がもう全くなかった。 そうだね、今日ハロウィンでございますね。あ、いいじゃないですか。でも、ちょうど僕、かぼちゃ色のカーディガン今日着てますし、図らずしもね、若干ハロウィンの要素をね、入れられたかもしれないですけど、そう、そんなその後が気になるぞっていう方に、こちらですよね。はい。これ、ここまで読んでるぞっていう方は、もう相当尾花先生好き、尾花先生ファンの方だと思うんですけど、これ、ディープクリアっていう、まあ、読み切りが2話載ってる作品なんですけど、これがね、確か、尾花先生の
デビュー何周年みたいな、何十周年みたいな記念のところで、多分30周年かな、30周年記念で、ね、今現在もう不定期ですけども連載してるハニービターっていう作品と、もう最高傑作の子供のおもちゃのコラボ作品として書き下ろした漫画が2話入ってるんですけど、これまで読むと、あ、そこまで考えてたんだとか、まあこれを書くにあたって考えたっていうふうにも書いてあったんですけど、でもそこまで広げる要素を持って子供のおもちゃっていうのを小原先生書いてたんだっていうのが見えるんで、ディープクリアまで読むと、あの理解度というか、もう解像度がめちゃくちゃ上がるなと思いましたね。ゆうさん、ディープクリア持ってますか？持ってます。これめちゃくちゃ良かったよ、僕は。これね、でも、その、あまりネガティブなお話はしたくはないんですけど、ディープクリアを読んで、その、かつてのね、コドチャファンで、一応賛否分かれたらしいんですよ。賛否両論だった。何がピがあったのか。賛はもちろん、懐かしいもあるし、その後が見れるっていうところもあるんですけど、ピの部分ですよね。何の否定があったのかって言ったら、絵柄がだいぶ変わっちゃったんですよ。小花先生の。これ、まあ、近くにディープクリアってこういう絵なんですね。まあ、表紙こういう感じ。中もこういうちょっとシュッとした、もう成人してる、青年してる、まあ、サナちゃんだったりとか、アキトとかが出てくるんですね。でも、初期の方だと分かりづらいけど、まあ、途中ぐらいのサナちゃん、まあ、これ分かりやすいかな。このサナちゃんと比べたときに、だいぶと違うじゃないですか。小花美穂といえばこれだろっていうファンの方からすると、絵が変わりすぎてるぞ、であの時のコドチャじゃないんだっていう風な思いになった方もいらっしゃったらしいんですよ。なんで賛否分かれたっていうことらしいんですけど、絵に関して言えば基本的に漫画家さんはやっぱ変わってくものですし、それもなんかね、小原先生のことをまたオタクみたいにね、バーッとね、あ、まあオタクですから、むちゃくちゃ調べていったところですね、矢沢先生と小原先生って、特色がだいぶ違うんですね。その話、もう、どうしよう。これは、小花美穂まとめの方でお話しした方がいいのかもしれないけど、もう途中までお話ししちゃったからな。ちょっとまあまあまあどうしようかなというところではあるんですけど、どうしよう話しますコトチャじゃなくてそっちかいってなっちゃうかもしれないけど、よっさん、年取れば絵のタッチは変わると思ってますが、そう変わる、そう、年齢で変わっていくところももちろんあるし、ケイティさん聞きたいですか。んじゃあさらっと今日もちょっとお話ししますね。あ、ゆうさん、ハニービターも読んでたから絵は大丈夫でした。あ、確かにハニービターも完全にこっちのタッチですよね。ハニービターも面白い。ハニービターはね、僕は最後までは読んでないんですよ。途中までしかまだ読んでないんですけど、大きいビルのパーティー会場でその爆破のやつがあってみたいな、あそこの事件、大きな事件のところまでしかまだ読めてないんですけど、ハニービターめちゃくちゃ面白いですね。すっごい面白い。絵はねめちゃくちゃやっぱ綺麗だし、でもタッチは変わってる。単純に、なんだろうな、絵のタッチの形で言うと、まあ小学生とか児童とかを描いてた子供のおもちゃとか、猫の島とか水の館あたりまではタッチは変わんないんですけど、その後のアンダンテぐらいから変わるのかな。アンダンテっていう、まあ、その歌手の子たちとか作曲家の人をテーマにしてる作品もあるんですが、アンダンテぐらいから若干変わってきて、ハニービターではもう完全に少女漫画っていうテイストではない、もうちょっと、大人の方向けのタッチにはなってるんですけど、ゆうさん、ハニービター最後まで読んでほしい。読みます。むちゃくちゃ気になってて、めちゃくちゃ、なんだったらハニービターからコドちゃん以外の作品を読み始めて、で、まあ、他のやつも今行ってっていう感じなんですけど、ざっと、あっちこっちから久しぶりの配信で話があっちこっち行っちゃう。矢沢愛さんって、
まあこの配信だけど何度かお話もしてますけど、矢沢井先生の特色って一人で描きたいっていう人なわけですよね。だからこそ、ご近所物語であったりとかで、タッチをガッと変えようって思った時に、その画材道具も、まあ、いわゆる漫画家さんのスタンダードの G ペンっていうところから製図ペンっていう、まあ、めちゃくちゃ細いマジックペンみたいなところに持ち替えて、でもそれが何がいいかって言ったら、まあ、インクをつける手間もないし線が均一だから、G ペンほど繊細に、自分の手先を気にしなくてもいいっていうところがあって、でこれによってスピードアップが図れるんだ、なんでスピードアップしてんだ、一人で描きたいんだっていう人が矢沢愛先生なわけですよ。まあ言ったら、あの画家とかで言ったらレオナルド・ダ・ヴィンチとかに近いわけですよ。今までになかった手法を見つけてっていう、まあレオナルド・ダ・ヴィンチっていう人は今まで描いてた人たちの壁画とはまた違ってテンペラっていう、うん、なんか当時で言うと卵の黄身とかを絵の具に混ぜてやると伸びが良くなるぞみたいなのを、生み出した人というか、まあメインでやりだしたっていうのがレオナルド・ダ・ヴィンチっていう人なんですけど、そのダ・ヴィンチさんが、まあ他にも何個かあるんですね。表情が硬かったとかファンタジーすぎた、あの宗教画っぽいものにものすごく人間味を出したとかっていう新しいものを自分の絵に作品に取り入れながら画材道具もそれに合わせて変えていくとか進化させていくで、とにかくとにかくモナリザっていうのも何十年も何十年もずっとぼかしっていうね、輪郭線をとにかく自然にぼかしたいんだっつって10年以上ずっと親指でこすり続けてできたのがモナリザっていう、そういう人がレオナルド・ダ・ヴィンチです。その感じが僕は矢沢愛さんに感じるんです。とにかく一人でとにかく丁寧に描き上げたい、だからナナもあるところまでガーッといった中でさあ、まあ未来編だと、ナナの未来編今後を描けるぞってなった時にやっぱり立ち止まってしまうところがある。でもそれはもう僕らが知らないだけで、立ち止まってるわけじゃなくて実はモナリザを親指で擦り続けたダ・ヴィンチと一緒なんじゃないか、ずっとずっと頭の中で擦り続けてるっていうのが矢沢さんなのかもしれないなっていうのが見えてきた中で、尾花美穂さんっていうのは自分一人で描きたいっていう人じゃなかったんですよ。漫画家さんによってこんなにも違うんだっていうのはびっくりしましたけど、尾花美穂さんは年々ですね、腱鞘炎、あまりにも作品をまあね多作の方ですから、とにかくずっと漫画を描き続けたことによってちょっと手にいろいろと支障が出てきたぞとなった時に、自分のキャラクターだったりとかその背景とかもうもろもろ漫画の結構大きなところをアシスタントさんにサポートしてもらって、それでも自分の作品を生み出していきたいっていうのでこういった作品群になってるっていうのが尾花先生だったんですよ。それご本人のインタビューの中で出てきてる。まあ一旦子供のおもちゃが終わった後にまあ育休ですね、まあ産休育休に入ってお休みしてる中で、それでも漫画が描きたいっていうのでもう一回戻ってきた時に、まあその途中で手が痛くなってきたってなって、でまあこのサポートを受けながら描いてるってなると、やっぱり線は硬くなっていくだろうし、そのタッチっていうのはやっぱ微妙には変わってくるよなっていうところが、まあ矢沢先生と尾花美穂先生のまあ違いで僕はすごく面白いなと思ったところで、そのじゃあ作品としてどうなんだと、矢沢愛は一人で書き上げてるから矢沢愛作品ってもう言えるけども、尾花美穂先生みたいな作品の作り方って、まあ、僕一応美術を紹介するチャンネルとして、まあ、こういったお話をさせていただくと、美術アートとしてそういうのはどうなのかってなったら、それはそれでいるんですよね。過去の有名な芸術家の中でも自分一人で組み立てるんじゃなくて、いろんな人のサポートを受けながら、でもメインコアとなると、コアとなるところは私がやってるから俺がやってるからっていうので、その人の作品として残ってる。日本で言えば仏像ですね、東大寺南大門の金剛力士像とかって、運慶快慶っていうね仏師彫師が、彫ったものですけども、あれも運
係がプロデューサーディレクターってなってて、その他20人の作家がついてた、弟子がサポートしてた。で会計がメインとなってる方も、会計がメインではやってるけども他の人たちもサポートしてた。で会計運慶が一つずつ作って、これは同時代の天才二人のライバル対決だったんだって長きにわたって言われてたけども、いや実は運慶メイン会計メインっていう一個ずつだったんだけど、それを全てこの二つも合わせて、そのこの仏像プロジェクト、東大寺南大門の仏像プロジェクト自体を全部プロデュースしてたのは運慶だったんだっていうのが2000年代になって分かったみたいな、そういうまあ美術の中でのまあミステリーとかっていうのもたくさんあるんですけど、それも含めて僕は尾花先生はそっち側の芸術家なんだなっていう感じがしたんですね。理想となるものがあるで、描きたいものがある、見てもらいたいものがあるってなった時に、言い方が合ってるか分かんないけど、手段を選んでる場合じゃない、残したいものがあるんだったら残せる方法をその中で模索するっていうのが尾花先生なんだ。これは芸術家としての生き方として僕はこっちはこっちでかっこいいなっていうふうに思ったというお話ですね。はい。よっさんね、斉藤さんが講演会ですからどうぞって言ってくれますけど、もうほぼ講演会でしたね今この数分間ほぼ講演会で非常に恥ずかしいですけど、なんか僕はなんかそんな感じがしたので、割と自然とこの絵柄の変化っていうのも楽しめたかなと思いましたね。ゆうさん、ハニービターで主人公が大人になったし大人向けになったから絵のタッチ変えたのかなと思ってました。あ、そうですね、多分そっち側もあるのかなとは思います。もちろんもちろん作風によって作品の色によってね変えるって部分も大きかったのかなと僕もすごく思いましたね。うん。でもなんか一個として僕の中で線が硬くなったかなっていう気はしたので、やっぱり子供のおもちゃの頃がもしかしたらその尾花先生のプレイヤーとしてのピークではあったのかなというふうには思いました。うるうるさん途中参加させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。で、なかなか、だからディープクリアまで読んでみると、その絵柄の変わり方、まあ、ハニービターですかね。ハニービターまで読んでみると、そっちはそっちで、芸術家としてのその生き方の違いが見えて、面白いなっていうのと、このね、矢沢愛先生とまた違うのが、この、僕は矢沢愛先生、基準で少女漫画をね、これからちょっと考えていこうかなと思ってね、そこ一個基準にしてください。はい。M1 でいうトップバッターですね。これが基準点になるっていうのが矢沢愛先生です。はい。で、矢沢愛先生、僕の中では100点ですけども、100点つけちゃうとあれだからっていうね、島田紳助さんの理論で言ったら、矢沢愛先生をじゃあトップバッターに90点としたときに、じゃあ、尾花美穂さんってどうなんだっていうので、誰々ってどうなんだ、神尾陽子さんとかどうなんだとかっていうふうに、これから僕は見ていこうと思うんですけど、矢沢愛先生はとにかく、女性の社会進出っていうことだったりとか、夢を持つことってかっこいいことなんだ、素晴らしいことなんだっていうのを女性をメインに伝えたかったっていう方なんですね。そこまで社会進出できるような風潮じゃなかったりとか、女性が専門学校に行ってとか専門職について、手に職をつけて夢を追っていっていいっていうような社会的な風潮がまるでなかった、まるでなかったってことはないけど、ちょっとまだ今ほどはなかった、今でも足りないところはあるけども、そんな今よりもなかったっていう時代だからこそ、それを主義主張したかったっていうのが、まあ、矢沢愛さんなんだな。でそれにものすごく一貫性があるわけですね。特にご近所物語ぐらいからはもうずっとそれを書き続けてる方なわけですよね。ただこの尾花美穂先生の特徴として、矢沢愛先生はとにかく売れたい売れたい売れたいってなって、売れるためにはどうしたらいいですかっていうので、自分の絵のタッチを変えていったりとか、登場するキャラクターを工夫してみたりとかっていう方だったんですけど、尾花美穂先生の一番肝となる面白いところはですね、尾花美穂先生プロになる気がなかったっていうところ、これが調べて出てきたんですけど、僕はここが矢沢先生と尾花先生の色の違う面白い部分だなと。一番味するのってこれじゃないか。尾花美穂先生はプロになる気がない、漫画は描きたかったけども
プロ漫画家になるっていう夢を持ったことがなかったっていう人だったんですよ。調べてったらそれが出てきた。めちゃくちゃ面白いなと思った僕は。これはそれでなんでこれだけの多作残せるのとか、それでなんで子供のおもちゃっていう90年代最高峰ですよね、90年代代表するような作品残せたのっていうのは、これ何なのっていう、めちゃくちゃ面白かった。ここがよっさん、なる気になかったって人ほど売れる。意外とそういうこともあるよね。もちろんもちろん肩の力抜けててとか、目線を変えることができてっていうところもあったりとかするんだけどね、こういうケースってたまにあるんですよね。で、小原美穂先生ってね、まあ、あの大好きな方だったね、調べてご存知の方もいるかもしれないですけど、あのちびまる子ちゃんのさくらももこ先生のアシスタントをやってた方なんですね。で、プロになる気がないから、このさくらももこ先生にずっと私のこと雇ってくださいっていうお願いをしたりとかしてるんですよ。ずっとアシスタントとしてやらせてくれませんかっていうのを、若い頃の小原先生はさくらももこ先生にお願いしてて、それをさくらももこさんに突っぱねられてる。あなたは才能があるから自分で漫画描かなきゃダメっていうふうに言われて、ああそうなんだ、私って漫画描ける才能があるんだ、じゃあちょっと頑張って自分の漫画描いてみようっていう、そういうスタートの方なんですよ。でリボンに乗りたくてしょうがなくて、もう中学からずっと投稿し続けて、でなんとかなんとか大通りに乗っかってっていう矢沢先生のスタートと全然違うんです。なんとなく漫画は好きだから描いてた、絵は好きだから描いてた、で、ああ有名な桜桃子先生、大好きな桜桃子先生のアシスタント見つけた、ずっとここで雇ってくれませんか、いやあなたは才能があるから、そっか才能があるんだっていう歩み方だから、何を主義主張したいかっていうところのコアの部分が僕は小原先生にはなかったんじゃないかと思った。あのこの悪い意味じゃなくて、全く悪い意味じゃなくて、矢沢先生みたいな、これを伝えたいから漫画を描きたいんだっていうのが小花先生にはなかったからこそこれだけ生み出せた。でなかったからこそ自分の主張じゃなくて誰かの代弁者として子供のおもちゃを描いてる、誰かの代弁者としてハニービタを描いてる、アンダンテを描いてるとか、猫の島を描いてるっていう漫画家さんなんだな。これはもうずっとそのダヴィンチだったりとか運慶快慶とか、その芸術家に例えてきたけど、これ小原美穂先生ってちょっと芸術家の文脈とまた違うぞと。こんだけの社会問題だったりとか、小さな声を自分がスピーカーになって広げるんだっていう問題をまず世間にぶつけて、それがどうなんだって議論される場を作るっていう、わかんない、これはもう僕がそう汲み取ったってだけだけど、っていう熱意で小原美穂先生が漫画を描き続けていたんだとしたら、この小原美穂先生の生き方ってなんかどっかで聞いたことあるぞ、なんかどっかで感じたことあるぞってなったら、僕はもう明治大正時代の文豪だと思ったんだよ。夏目漱石とか芥川であったりとか太宰であるみたいな、その当時名前のついてなかった社会問題だったりとか、名前のついてない病をそれでも存在してる、それでも苦しんでる人がいるんだから、自分が作品の中でエンターテインメントっていうものを通して世間にぶつけるんだと、それぶつけただけに知ってもらうんだと、考えてもらうっていうのはまず知ってもらうところからなんだっていうのが僕の中でのかつてあのそのレジェンド文豪たちのマインドだと思ってるから、そうなった時の小花先生ってそっち寄りなのかな、夏目漱石の心みたいなもんなんじゃないかなっていう、そんな感じね。芥川の羅生門じゃないか、太宰の人間失格なんじゃないか、それが小原美穂の子供のおもちゃなんじゃないかっていうふうに僕は感じたので、
そういう動画を撮りたいと。もうほぼ話。ほぼ熱、すごい熱量込めて、ほとんど話しちゃったけど、そういうのを、まあ、もうちょっとそのね、綺麗にまとめて、お話ししてみたいなと思いましたね。それを受けての子供のおもちゃってやっぱすごいなと思いますし。で、尾花美穂論は、一旦ここまでにしましょう。もう25分喋っちゃったから。子供のおもちゃのね、お話をね、していきたいと思うんですけどね。子供のおもちゃは、あのね、これも調べて分かったやつなんですけど、あの大丈夫ですか？久しぶりすぎて、僕また感覚バグってます。一人でずっと喋ってますけど。ケイティさん、お疲れ様です。お疲れ様です。なんかずっと喋ってっけどって。なんか熱込めてめちゃくちゃ喋ってますけど、なんなんすかねってなりますよね。はい、ちょっとまあゆったりね、ペースダウンしてね、子供のおもちゃの話していきましょうね。思い出話もしたいですからね。皆さんどんなシーン好きですかっていうね、ところも聞きたいですけどね。はい、よっさんコメントしないだけで皆さん聞いてます。いや嬉しいねー、だって嬉しいな。うん、怖くなっちゃうから。コメントない、あやばいやばいやばいっつって怖くなっちゃうんだけど。ペイティさん、お茶どうぞゆっくりと。落ち着け落ち着け、クールダウンしてください。そうですね。うん、だから僕の中での尾花美穂先生の見立てはそこかなっていうね。芸術家の中でも、うん、アートとか、その小説文章であったりとかっていうジャンル、アートとか文芸っていうものが、あの問題提起、社会に対する問題提起っていうジャンルになっていて、で科学っていうものが、科学、うん、そうだね、科学が、問題解決、答えを求める、うん、ジャンルなんだっていうふうに見た時に、僕はその矢沢先生も尾花美穂先生もやっぱり芸術家だなっていうふうに思ったけど、その芸術家の中でももう少し細かく見ていくと、アーティスティックアートの方なのか、それともこの文豪の方なのかっていうような見え方がこのお二人で違うのかなっていうような感じがしましたね。よっさん、コドチャアニメしか見てないです。ああそうか、アニメだとまた違うからね。アニメオリジナルの、コウモリみたいなキャラクター出てたでしょとかもあって、また違ってくるんですけど、でもこのこれよかったらね、YouTube に子供のおもちゃのアニメ、子供のおもちゃの監督をされた方のなんかインタビューがあったんですよ。どんぐらい前なのかな、何ヶ月か前か、1年前とかね、ちょっと前のインタビューだったんですけど、それ見ててもう面白かったですよ。監督さんからしたら子供のおもちゃのアニメは自分の中でも本当にナンバーワンぐらいの人生の中の成功体験っていうふうにおっしゃってたんで、ものすごいクオリティ高いから改めて見てくださいみたいな感じでしたね。今でこそアニメってものすごい美麗になってたとか、あね、進撃の巨人あたりとかね、鬼滅とか呪術とか、今もうアニメやっぱすごいじゃないですか。漫画がある程度当たってアニメでさらにヒットさせるっていうような流れになってるけど、来てるけど、その当時の90年代のアニメって漫画がヒットしてるからアニメもやりましょうかっていうような感じなのかなって今のところ僕は思ってるんですけど、その中でアニメはすごいですよって、自分で撮ったんですけどねみたいなのの、監督さんのお話は面白かったですね。あ、そんなに自信を持ってやってたんだなっていう。マリッペさん、ありがとうございます。当時小学生でしたが、子供のおもちゃを読んでからちょっと性格が変わった、なんとかなるなる精神で明るくなったと母に言われました。ああ、いやーでもほんとね、やっぱそのさなちゃんのね、この性格っていうのはやっぱ大きかっただろうね、その当時。うん、やっぱ姫ちゃんのリボンでね、姫ちゃんもすごく明るい子ではあるけど、外で明るくて家に帰ってくるとちょっと落ち込んじゃう、一人で泣いちゃう時もあるとか、お姉ちゃんに対しての
その女の子らしくないっていうコンプレックスをずっと持ってるっていうのが、まあ、姫ちゃんだったりとかもしたから、サナちゃんって、まあ、本当に超絶ポジティブなんだよね。だからやっぱその人格形成でめちゃくちゃ影響を受けるっていうこともあるだろうし、なんでサナちゃんってこんなポジティブなんだろうっていうので、こどちゃん読んでいくと、そうかっていう、もうものすごい、そのスタートの時点でもう生まれた時にそのものすごい歪みがあるというか、大きなものを抱えてお母さんと一緒に生活してきてるからこそあれだけポジティブに入れるんだって。でもそのポジティブなサナちゃんが最後の最後で自分のメンタル面が崩れていくのって、そうか、根っからのポジティブなわけじゃなくて、誰かに対してポジティブな自分でありたい、ポジティブな自分だからこそ周りは自分のことを必要としてくれる、見てくれる、構ってくれる、思ってたからこそ、言ったらいい子をずっと演じ続けてきたのが倉田さなだったんだ。それが少しのきっかけでガタガタガタっと崩れた時にあの人形病まで行ってしまうんだっていうところとかも含めて、こういう風に行きたいなっていうような目標にもなるし、自分がこうなれないなって思うぐらい明るくてポジティブですごいなって思う存在の人も、もしかしたら自分も知らない大きな影を抱えていて、それを誰かに見せないために自分から強い光を放ってるっていう、そういった瞬間もあるんじゃないかっていう、むちゃくちゃいろいろ考えさせてくれる作品だなっていうのは、やっぱ小学生の時じゃやっぱ考えられなかったけど、そこまで今回読み返した時に、ああこれはやっぱり面白い作品だなって。倉田さなっていう一人を見ても面白いし、葉山明人を見ても面白いし、レイ君を見ても一人一人の物語がむちゃくちゃ濃いからめちゃくちゃ面白い。面白いっていうだけだとだいぶ言葉足りないんだけど、それこそいろんな人に刺さる。人間失格が、僕は人間失格にすごく近いなと思ったんだけどね。真裏を言ってるような表現の仕方だけど、そうだね、少女漫画版の人間失格かなっていうふうに僕は子供のおもちゃを今思いましたね。人間失格も読んだことある方だとね、なんとなくは分かると思うんですけどね。人間失格と子供のおもちゃ比較して喋るのはまあいいか。それしんどいもんね。それもゾッとするぐらいしんどいもんね。あれでもね、子供のおもちゃとあのまたちょっとあれでね、ディープクリアの本って2話載ってるっていうね、頭でお話ししたんですけど、これサナちゃんとアキトで、まあその全部のねストーリーはもちろんディープクリアを読んで楽しんでいただきたいので言えないんだけど、サナちゃんとアキトが結婚して10年後ぐらいだったかな、9年後10年後ぐらいのお話なんですけど、子供が終わってから、だから22歳3歳ぐらいで結構早い段階であの2人が結婚するっていう物語なんですね、1番目が。でサナちゃんの中に子供が、新しい命が宿っていて、でそれに対してサナちゃんはアキとはどういうふうに向き合ってんのっていうところが第1話なんですけど、これがちゃんと子供のおもちゃとつながってくるのよ。サナちゃん以上に葉山アキトよ、アキトにとって自分の大切な人に子供ができて出産を迎えるっていうことはどういうことなのかっていうのが、これやっぱディープクリアだけ読んでたらわからないよね。子供のおもちゃで葉山アキトのストーリーを、悪魔悪魔って家族で、まあ主にお姉ちゃんね、家族に悪魔悪魔って言われ続けて、ああいうこの冷たい家族の中で何年か過ごしていて、
でっていう葉山明人を知ってる僕らだからこそ、このディープクリアの第1話、明人がさなちゃんの出産に対してどういう心持ちでいるのっていうところは、まあ読み応えあるんすよ。これはもう一個ね、なんて葉山明人を大事に描いてくれたんだと。ご自身の30周年とかの作品の中で、なんで子供のおもちゃのサナちゃんをメインにしないんだと。サナちゃんはこんな大女優になりましたとかっていうことをメインで書かないんかいだよ。明人を持ってくるんだな、ここで。葉山持ってくるんだな。で、しかも葉山の一番のトラウマ的なところを、ここで解消させるんかいっていう。本当にもう長きにわたった伏線回収が、このディープクリアの第1話。で、第2話の方。第2話の方がより僕はすごいなと思ったんだけど、ディープクリアの第2話は、カムラ・ナオズミなんだよ。これ、名前の読み方合ってるよね。僕ずっと小学校の時からカムラ・ナオズミくんって呼んで、ナオズミくんで合ってますよね、確か。カムラ・ナオズミくんがメインに据えられて、ナオズミくんの恋愛なの。サナちゃんのことが好きで好きで好きで、あまりにも好きだから自分の手に、自分がサナちゃんをサポートできないのであれば、葉山くん、君に任せるからしっかりしろよっていうのが、ナオズミくんだったわけじゃないですか。あんな弾き方できるっていうね、中学1年生が。ものすごい大人なわけですよ。ね、自分の心をぐっと、ね、抑えて、サナちゃんの幸せっていうのを一番に願えたのが、カムラくん、ナオズミくんなわけじゃないですか。そのナオズミくんのその後の恋愛って、10年後、この10年間ナオズミくんってどんな生き方してきたのっていうのが、このディープクリアの第2話で載ってて、そっちなんだと。ナオズミくん、でも、ナオズミくんの着地ってそこしかないかもしれないと思ったの、僕は。思ったんだよ。これもう大感動した。なんかこんなにわって喋るつもりじゃなかったんだけどな、今日もうちょっと子供のおもちゃじゃなかったよね、面白かったよねっていうような配信にしようと思ったんだけど、喋ってたら自分の中でも知らなかった熱がもうどんどん湧いてきて、今こんな状態になっちゃった。すごかった、ディープクリアの第2話。うん、ナオズミ君は今人生の中でそういう答えを出してるんだなっていうのはわかるし、これがすごいね。で、ナオズミ君の新しいというかね、恋のね相手ですよ。ナオズミ君が今大切にしてる人っていうのが、その10年間の中で新しく出会った、僕らが全く知らなかったキャラクターじゃなくて、顔はちゃんと描かれてないんですよ。で、名前も出てこないんですよ。けど子供のおもちゃの中でしっかり登場してますんで、よかったらそれ読み返して探してみてくださいねっていうような書き方になってて、で、はっきりとは書かれてないから、確証は持てないですけど、僕は、まあ、この人なんだなっていうのは見えてきたかなとは思うんですけど、どうですかね、このディープクリアってね、特別番外編まで読んだ方の中で、まあおそらく答えはね一緒にはなってくるとは思うんですけど、直澄くんがね、どんな方と今お付き合いしてるのかなっていうね。うん、ゆうさん、直澄くんの話切なかったね。切ないよね、すごいよね。で、さらにもう一個含みを持たせて終わってるから、すごいよね。もちろんいろんな意味が含まってっていうことだとは思うんだけど、このディープクリアっていうタイトルは多分ナオズミ君の方でつけてるの。ナオズミ君の話の方からのディープクリアだと僕は思うんだよね。うん、それに関してもそっちなんかいっていうね、サナちゃんの方からつけないんだっていうのもびっくりした。ナオズミ君のお話の中での、そうだね、一番最後のモノローグのところが、そうだね、彼のキラキラ輝くオーラの奥に静かに
深く沈む霧があることは決して一生誰にも言いません。それは彼の瞳のように切ないほど美しいブルーっていうので終わってるので、まあ、このディープブルー、ディープクリアっていうのは直澄くんのことなんだろうし、それはもう子供のおもちゃでずっと描かれ続けてきた直澄くんのがそのハーフとして生まれてきていて、でその中で瞳が青いっていう特徴があったっていうところも、うん、そうなのかなっていう感じはしますよね。うん、面白い、やっぱ最新作というかね、あにやっぱ魂こもってるなと思いますし、その作家さんの進化であったりとか、その後どれぐらいの、うん、ね、思いをその子供のおもちゃに対して持続させてるんだってとかも見えてくるとめちゃくちゃ面白いですよね。子供のおもちゃ単体でもすごいんだけど、書ききれなかったであろうストーリーがこんなにもあるんだっていうね、うん、面白かったですね。基本ディープクリアの話になっちゃってますけど子供のおもちゃね、すごい作品だなと思いましたね。ケイティさん力入ってますね、ちゃんと聞いてますなんだろうな、何回か生配信続けてってね、ちょっとそのね力の抜き方とかをね自分で分かってきたかなと思ってたらね、3週間休んでねガス抜きしたらもうちょっとね、ちょっと今アイドリング状態なんでね、皆さんちょっとリハビリだと思ってゆったり聞いてくださいよっていう風にね、今日僕はここに座ったつもりだったんですけどね、まさかのフルスロットルっていうね意味わかんなかったですね。いや、そうね、ありがとうね、いいんです、それが特権です、ありがとうございますね。そうね、直澄君の話すっごい切ないし、うん、秋人がねどういう風に思ってたのかっていうのも面白い。でもそれのやっぱね、ディープクリアで言えばエピソード0が子供のおもちゃなわけだから、どれだけのこの社会に対する問題提起をたくさんたくさん盛り込んだ中でエンターテインメントとしてそれをお届けしてるのかっていうね、小花美穂先生のやっぱすごさを感じるよね。よっさん、オタクは熱く語るのは普通っすよ。確かにね、確かにな、オタクだもんな、うん、あでもなんかすごい嬉しかったのは、矢沢先生の作品に関しては僕はこれぐらいの熱量でいつでも語れるなっていうぐらい、もう多分矢沢オタクなんですよ僕は。なんだけど子供のおもちゃは単純に小学生の時に読んでたなっていう思い出の作品の中でも、まあ思い出がすごく強い作品だなっていうような立ち位置だったのが、今回子供のおもちゃ含めて、これ今年は全、10巻ですね、全10巻と、これ猫の島ですね、改めて買い直したんですけど、ね、水の館もあり、これがパートナーが3巻分ですね、123パートナー123と、アンダンテですね、これはさっき言った、音楽やる方ですね、サックスかな、サックスやってる子と、それの義理のお兄ちゃんが超有名な、まあ夜遊びの綾瀬さんみたいな、まあ超有名若手、音楽クリエイターで、それが、もう本当にイクラちゃんみたいな、イクタリラさんみたいな、すごい才能のあるボーカリストと出会ってっていうのがアンダンテですね。うん、夜遊びみたいな話です、本当アンダンテは。で、まあ本当の本当の初期作品ですよね。ザ少女漫画っていうような絵のタッチなのがこの手を離さないっていうね。この手を離さないもね、これ初期作品で、ね、1994年ですね。94年の作品なんで、絵柄はもちろんもうノスタルジックですよ。なんですけど、これはね、すごいですよ。やっぱ、尾花先生はね、ストーリーえげつないんですよ。面白すぎるの。尾花先生の描く漫画のストーリーが。だからもう、なんだろうな、絵柄が古いとか、うんぬんとか関係なく、いつでもすごい楽しめると思います。
うん、なんだろうな、その時代に合わせてるっていうようなものじゃないからかもしれないですね。まあ時代に合わせてる部分もあるのかもしれないんだけど、なんかね、ほんとこれもまあ不思議なあれなんですけど、尾花美穂先生の作品ってドラマ化とかされてんのかな、どうだったっけな、映画化はされてないはずなんですよ。けどで矢沢先生の作品、まあ何個か映画化されてて、矢沢先生ってもともと映画監督になりたかったっていう方らしいんですね。まあ漫画家になってその後映画も撮りたかったっていう方らしいんですけど、尾花美穂先生って、まあ、その映画云々っていうね、ご自身の思いっていうのは語られてるのは、まあ読んだことはないんですけど、僕は見かけたことはないんですけど、尾花美穂先生は本当いつでもドラマ化映画化できるっていうぐらい、脚本とセリフの立たせ方がちょっとやっぱえげつないですね。うん、やっぱそれは小説的な要素がすごく強いんだなと思いましたね。うん、むちゃくちゃ面白いですね、尾花先生の漫画は。全部ストーリー面白いです。あんまりいないと思う、全部ストーリーが面白いっていうのは。うん、このキャラクターが好きとか、あ、こういう進化してるんだっていう風に僕はいろんな漫画楽しんできたんですけど、尾花先生に関しては絵のタッチとかキャラクターとかうん関係なく、その脚本部分があまりにもすごすぎて、どの作品読んでもずっと読み切るまで終われないぐらいの。で本当にハニービーターとかも、いや、まあちょっと時間的にここまでっていう風で途中で止めはしたけど、ずっと読んでたいぐらい面白いですね。あ、なっちゃんさん、直澄くん切なすぎる。そう、直澄くんがね、ディープクリア読んだ方ですかね、なっちゃんさんも。小学生の時に読んで衝撃が走ったし、アニメの最後も心に来るものがあった、子供ながらに。ですよね、そうよな。アニメの最後ってどう、何で終わったんだろうな、どこで終わったんだろう、ことちゃって。よっさん、ことちゃは2015年8月20日から30日、銀座の博品館劇場で舞台化、あ、そう、舞台化してる、そう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 、舞台化はしてる。うん、ただそのね、実写で映像化してないんですよね。そう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 。水の館はね、もちろん映画がテーマになって、映画としてコトちゃんに出てきたものなので、もちろんすぐにでもできるようなやつだと思うんですけど、なんかでもなんか今の僕は、映像技術とか CG とかを駆使してだったら、パートナーとかも面白いんじゃないかなと思いますけどね。パートナーってユウさんでしたっけ、おすすめしてくださった。ユウさんハニービターの方だったかな。パートナーとか猫の島も前にこのね、生配信やってる時におすすめしてくださる方がいらっしゃって読んだものだったんですけど、パートナー面白かったですね。あ、なんて見事なんだってね、最後の最後まで全く救いがないじゃないかっていう。あ、こんなにもこのしんどいというか、恐ろしいまでにその悲しい結末に向かっていく物語も描くんだなっていう。パートナーの最後の最後で、あ、ゆうさんで、そのパートナーすごいですよね、すごいですよね、パートナーもね、その人間ってなんだろうとかっていうのがむちゃくちゃ考えさせられて、どうあったら人間なんだろうみたいな。ゆうさん、あれリボンでやってんだ、パートナーアホだね90年代の少女漫画家さんってやっぱすごいね、その辺がぶっ飛んでんね、みんなね、恐ろしいな。リボンでやってんの、パートナーも、パートナーも
リボンだし、矢沢さんで言えばね、加減の月もリボンだし、何なんだろうね、その なんでそんなに、あの当時の作家さんってその、リボンに対してね、すごいよな、挑戦状というかね、面白いね。なっちゃん、あれと、小森くんがいなくなって、探して、意地悪の先生が、あ、戦国先生だ。意地悪の先生が学校を去るっていうのがアニメーション。ああ、小森くんのところで終わるのか。あ、じゃあ、葉山が刺されて、怪我した終わりなんだ。ああ、なるほどね。そうか、その後のさなちゃん、やんなかったんだね。なるほどな。なっちゃん、加減の月好きです。ああ、だから、でもそういうことかもしんない。だから、子供のおもちゃめっちゃ好きってなると、加減の月も好きってなるのかもしんないよね。なんかわかんないけど。加減の月も一個、そのね、矢沢さんの毛色が違うというか。あれが何かに対するね、社会に対しての問題提起っていう感じではなかったけど、でもなんかわかりますね。影の月面白いですもんね、ほんと。予算アニメは完全オリジナル作品のことじゃ。ああ、確かにね。そうだね。オリジナルの話も多分いっぱい入ってたもんな。でも面白かったよな。アニメのことじゃ面白かったよな。ケディさん、子供の時にリボンでパートナー呼んでしんどすぎて途中でリタイアした。しんどいよね。マジで。たった3巻しかないんだけどね。たった3巻分なんだけど、パートナーが僕も一番読み進めるの時間かかりましたね。なんかグーってなるんだよ。本当になんかね、なんかパートナーって難しいよね。ほんと噛み砕くのとか、そのね、あのラストでなければめちゃくちゃ消化不良になっちゃう作品でもあんのかなっていう。パートナーすごかったな。面白いっす。でもパートナーも大人になったら受け止めれますからね、ある程度。大人になって読んでよかったなと思いましたね。小学生だったら無理だと思う。無理だと思う。さすがに無理だと思うんです。ゆうさん、アニメで小森くんのとこやったんですね。ね、小森くんのところはだいぶシリアスな展開ですからね。ああ、なんだ、やったんですね。でも描き方が違うのか。なっちゃん、小森くん編も漫画と違うんです。刺されないんです。あ、刺されないんだ。あ、じゃあ探しに、樹海に探しに行って見つけて連れ帰ってくるっていう感じにしてるのかな。あー、なるほど。な、僕なっちゃん年下って決めつけてるのかな。だいたいさん付けとかなんでなっちゃんに対してだ。予算、小学生編、中学生編、漫画と全く違う内容になってる。あ、全く違うんだ。あ、全く違うまでいってるんだ。あ、そう。そんなにオリジナルなんだ。大筋だけは。風花は出てくるでしょ、でも。さすがに。ゆうさん、さすがにアニメで殺傷事件ダメで。まあ、そうだね。そうだね。ちょっとまあ、その後もね。人形病であったりとかっていうのもちょっとね、書ききれないとこあったのかもしれないね。ギリギリのラインが母親名乗り出なさいのあたりだったりとかなのかな。まあでも序盤のね、葉山のいじめとかがね、いや、アニメであれやったのかな。あの葉山が最初の方にね、さなちゃんに、もう一巻の最初の方ですよ、さなちゃんにこのやり返されて、で、みんなで、この女子たちで、バーカバーカみたいな、なんだあんたたちって、この、わーってやり返すとこあるじゃないですか。
で、一人の女の子が、鬼鬼鬼の子、鬼ヶ島に帰れっつって言ったら、放課後に、バーって連れ出されて、拉致られて、池の中に棒でつつかれて、ガボガボガボっていう、あれめちゃくちゃ、凄惨なシーンじゃないですか。あれはアニメでやったのかな。予算90年で放送したはず。やってんのかな。やってんだ。僕結構あれえぐいつないなと思ったけどね、読み返した時に。いじめの描写とかでさ、そのトイレに行ってさ、バケツに水バッシャンかけるとかとかね、その水絡みのいじめってやっぱ出てくるじゃないですか。けどその中でも池にずっとね、その女の子をさっていう、あれなかなかだよね、表現としてね。なっちゃんやりました、アニメでやったんだ、やったんだ、そのシーン第1話だもんね。第1話でそれやってんのもすごいけどね。1話だったよな。で1話ですよね。2話ぐらいか、あ、2話ぐらいかな。いや、えげつない。まあでも1巻の中のね、序盤のお話ですからね。うん、なっちゃんやりました、アニメで。そうですね、すごいね。よっさん、今ならコンプラがあるから放送禁止で。いや、なるだろうね、なるでしょう、できないでしょう。もうちょっと柔らかくするだろうね。サナちゃんのスカートをね、ハサミで切り刻むとか、あれ、なんか、何それっていうね。僕の学校でなかったけど、そんなえげつないやつっていう。でもまあ、例としてあったんだろうね。多分ものすごく、そのリサーチして書くタイプの作家さんだと思うんで、小花先生はね、うん。ないことを書く人じゃなくて、あるものを、自分の作品に落とし込める方だと思うんで、まあ、調べてきて出てきたんでしょうね、当時のね。それこそそのいじめっていうこと自体も今よりも深刻に捉えられてなかったし、ふわっとしてた時代の中で、そのいじめっていう言葉だけで片付けれんのっていうような事件だったりとか事故っていうのがたくさんあったから、それをまあ描きたかったんでしょうね。予算、殺傷事件は日暮らしの泣く頃で日暮らしはもうさ、斧ドンだったさ日暮らしまで行くとね、あ、まあ、あれはやれてるんかいってなるけどねまあ深夜だからかな。あ、日暮らしも好きな僕としてはね、どちらも楽しめてはいますけど。で、ね、ゆうさん、最初の頃のハイマやばい、やばいよね。結構えげつない相手として、でなんでだろうね、なんかわかんないけどグラデーションで葉山、いやだ、見せ方がうまいんだよね、小花先生の。あんだけちょっとやばいぞって、ひどすぎるぞっていう葉山が徐々に人間味、そのパンツ事件とかを抜きにしても、なんか葉山に対してなんだろうな、しょうがないかっていうふうにこうなることも、まあ葉山にとって仕方がないことだったのかっていうふうに、なんか納得させられるストーリー展開だったりとか、まあさなちゃんの受け取り方なのかな、家族が悪いんじゃんみたいな、うん、親子丼バカっていう感じでさなちゃんが怒ってくれたから、読者はそこで葉山を切らずに済んだのかなとか、あるのかもしれないですけどね。うん、一貫衝撃的ですよね、本当に。子供のおもちゃは、まあ、そっからもずっとすごいんだけどね、小学生がやってるっていうのは衝撃だし、90年代のいじめはひどかった。まあね、まあ、今でもね、もちろんその終わってはないんでしょうけどね。うん、今ほどその助けてって言いにくい時代でもあったからね。なっちゃん、風花はさすがに出てきた風花出てきた、風花だね。なっちゃん嫌いにならなかった、早くね。そう、あれが絶妙のバランスなんでしょうね、本当にね。風花がね、風花はね、当時のあのリボン読者さんにめちゃくちゃ嫌われたらしいですよ。
本当に天使なんかじゃないの、あの子みたいな、しのちゃんみたいなだったりとか、ご近所のバディコみたいな感じで、でもさ、しのちゃんとバディコってちょっと嫌なやつにも描いてるところあるからわかるじゃない、ストレートにまっすぐにそのキャラクターを捉えて、やだこういう人っていう、うん、思うのはわかるじゃない。風花に関してはいいやつじゃんむちゃくちゃいいやつじゃん風花に関しては基本。なっちゃん私も嫌いだ嫌いだったんかいいいやつでもそうなんだろうね。あまりにもさなちゃんとこの葉山のストーリーをみんなが望んだからってことだよね。ユウさんは風花好きだった、ユウさんは好きだったんだ、そうよね。でどっちもあるんだろうな、ほんと。いや面白かったの、それを風花嫌われてたんだと思って。だからファンレターとかに風花ね、小原先生へのファンレターの中に風花の悪口とかがいっぱい書いてあったらしいんですよ。あの霜膨れをもう出すなみたいな、霜膨れって呼ばれるんだみたいな。なっちゃんいいやつなんだよね。でもそれいいやつ、いいやつよ、基本はいいやつよ、うん、基本はいいやつだと思います。ちょっと恋愛体質のねところがあるんで、うん、そうだね。よっさん子供ってな強がるからね、そう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 、ね、もしかしたら男子女子の対立をリアルに書きたい。あの当時確かにあったかね、うん、確かにね。フェミニンとかっていうね言葉なかったしね。ケンジさんなんか好きになれなかった風花。おーやっぱそうなんだ、なるほどね。なっちゃん葉山とさらちゃん望んでた、この言葉がぴったりね。いやそういうことだよね。でもねこことここくっついてほしいからね、風花出てくんだよっていうことだもんね。大阪のことくっついといてっていう、なんだろうね。あれがでもなんかさ、大人になってから読むと、で今なんかちょっとみんなとそのコドチャについて話してて、僕はちょっと自分で整理しきれてなかったコドチャとかもなんか自分の中で見えてきて、あの個人的に今この配信がすごく、あ、や現時点でやって本当に良かったなと思ってるんだけど、あの風花とか、あの大阪の風花が好きだった男の子の新しい彼女の子もいたじゃない、ちょっと内気な感じの女の子が出てきて、でその大阪メンバーで一回会った時にその風花に対して帰り際にその女の子が何々君取らんといてねっていう、やっとあの思い伝わって付き合えたからっていう、取らんといてっていうとこだったりとか、その風花の大阪の子をちょっと引きずっていて、でも優しくしてくれた葉山のこと好きになって、で葉山のことも好きなんやから、もう付き合ってる、付き合ってるんやから、そのサナとの友情とはまた別で、私は私で、うん、秋との 彼女としてっていうのを考えるのって、あっちが多分リアルなんだ。あ、そう、高石くんだ、高石くん、そう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 。ユウさん、ユウさん、どうなってんの頭の引き出しどうなってんのよ。そう、高石くんとしずちゃん、そう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 。あ、サリーちゃん、サリーちゃんで、ごめん、サリーさん。しずちゃんに引っ張られちゃった。サリーさん、今年は最近読み直したばっかりだったから嬉しい。読み直した？読み直したんすか？じゃ、最高ですね、今。そうですね、一緒の熱量でいけますね。そしたらそうで今見るとコドちゃんエグいって、いやいやエグいよ、エグいけどもやる意義があったし、結局は僕は大花先生しかその問題だったりとかに真剣に触れていなかったりとかもあると思うから、すごいと思う。そう、高石くんとしずちゃんだ、そう、ユーザーありがとう。でしずちゃんがその取らんといてねっていうことだったりとか、風花が葉山とその別れたくないっていう思いがすごい強かったりとかっていうのと、さなちゃんのスタンスって違ったじゃないですか。
サナちゃんってやっぱあ、フォーガと付き合ってるんだってなったら自分の気持ちグッと抑えて引いてあげれるんですよね。まあ最初引いたじゃないですか。で思いが溢れて私も好きなんだって自己開示して、そっからライバルだぜってなって関係がちょっとずつ戻っていくっていうところがあったんだけど、サナちゃんがやっぱり芸能界っていうちょっとその大人たちの世界だったりとか浮世離れした世界で生きてる人間だから、あんまりその恋愛に対してそうなんていうかな、自分の人生の中のパーセンテージを割いてなかったっていうのもあそこで出てんのかなっていう。でも学生時代、中学の頃なんてなんか下手したら9割ぐらいがやっぱ恋愛にもなるじゃないですか。なんかテストでいい点取れなかったなとか、なんかわかんないけどなんか体育でこんなことあったなとか、友達関係どうなのかなみたいなのとかもあるけど、でも大体はやっぱ好きな人と喋れたとか、隣の席になれたとか、一緒のクラスになれたとかっていうところでテンション上がったりとか、そういうのが学校生活の中心だったりとかもするじゃないですか。いい友達作れるかとか、好きな人とどうこうっていうと、でもそれがすごい風花とかしずちゃんとかの方でリアルな中学生とかを描いていて、さなちゃんのスタンスっていうのは、さなちゃんだからこその距離感だったのかなっていうふうに僕は感じたけどな。なちゃん、でも風花の別れた後のシーンが好きです。今は泣いて明日哲学からまた頑張ろうのシーン。親近感がある。ああ、なるほど。ゆうさん、なっちゃんさん分かりますって。親近感起きるね。ああ、そうな。なるほどな。なるほどな。そうだな。あそこの風花確かにかっこいいですね。あれ何巻だろうな。9巻ぐらいかな。よっさん、今子どちゃんを調べたら社会問題や恋愛、いろいろな要素を取り入れた作品らしい。いや、そう、いや、もうまさによ。そうですよ。まさにまさによ。9巻ですね。9巻なのか。ああ、でも、あ、そうか、高橋くんの電話番号を渡す前だもんな。ああ、8巻かな。8巻あたりかもしれないですね。ああ、いやー、風花なっちゃんもいろんなあれなんでしょうね。その複雑な嫌いだけどこの時の風花は良かったぜっていうのもあるんだろうな。なっちゃんリアル身近に感じますよね。風花そう、多分そう、リアルな中学生、読者に近い中学生が風花だったのかなっていう感じはしますね。なんか剛くんとか、剛くんの彼女の子もいたじゃないですか。なんて名前だっけな。剛くんの彼女の名前はなんだっけな。まあ大丈夫か。誰かが教えてくれる。誰かが教えてくれる。そうとかって漫画のキャラクターだとは僕は思うんですね。うん。なんか剛くんが背負ってるものともあったんですけど、社会問題の中で、まあ、まあ両親の離婚であったりとか、まあ、父親からのまあ DV 的なところ。あ、なっちゃん、ありがとう。あやちゃん。いや、マジで。目の前の漫画確認するよりも早いから。皆さんが。そう、あやちゃん。あやちゃんはもう完全に漫画の中のキャラクターだし、つよしくんも、まあ、いろいろ、まあ、父親の DV であったりとか、両親の離婚であったりとかっていう、まあ、問題を、になってる、背負ってるっていうキャラクターではあったけども、でもキャラクターとしてのなんか人格というかに関しては割と漫画的な要素が強いかなっていう感じはしたんですけど、風花はリアルだよね。一個一個の受賞の受け取り方がすごくリアルかなっていう。うん、そうだね。なんか僕はなんか剛くん
が両親が離婚して引っ越すっていうことだったりとかっていうのをずっと友達に隠してて、でさなちゃんとか葉山が気づいてその駆けつけた時に、まあお母さんと妹には見せれなかったけど友達の前では涙を流すっていうむちゃくちゃいいシーンなんだけど、実際に剛くんのように小学生の時代の男子、小学校男子として生きてきた自分としてはあんなには強く入れないかなっていう気がしたのよ。だからそれに関して言えば、だから剛くんはあそこはあそこで問題提起として描きたかったんだけども、剛くんはあまりにもリアルに描いてしまうと、まあその後の剛くんのキャラクターの立ち位置がちょっと難しくなっちゃうからっていうのもあるのかなっていうありましたよね。うん、だ漫画的に描いたのかなっていうね。いいっすね。まあでも風花はいろいろ人気キャラの一人でしょうね。うん、でさっきそのファンレターでね、下僕れっていう感じで風花に対してのね 悪口というかね、そのっていうのも届いてたっていうふうにおっしゃってましたけど、実際あれらしいですよ。僕読んでてそんなにはっきりとは分かんなかったですけど、さなちゃんと風花の輪郭線はちょっとだけ変えてるらしいですよ。さなちゃんはやっぱ芸能界で人に見られてる職業の人だから、同じように細くて可愛い子を描いてるんだけど、さなちゃんの輪郭の方がちょっとシャープに描いてるらしいんですよ。で風花の方ちょっとだけふっくら描いたんですって。そしたらなんかなんとなく気づくんでしょうね。純粋に読んでいて、そんなに勉強しようとかさ、なんかを喋ろうと思ってさ、僕みたいに読んでる人は基本いないわけじゃないですか。けどなんか島ばくれっていう感じで、うん、思う人がいたっていうのはしっかり読んでくれてて嬉しかった逆にっていうふうに小花先生なんかねインタビューで答えてらっしゃいましたけど、予算育ってきた環境が違うから好き嫌いなめないねセロリな、セロリな、セロリだよな。うんと、セロリも90何年だもんね多分ねセロリ的なマインドがあったのかもね、もしかしたらね、時代的にも。うん、そうね。だからその、あとまああれか、人形病のところね、さなちゃんのその後半の葉山のことがあってとかね、風花と付き合ってるんだとか、そのまあお母さん関連のこととかもあって精神的にいっぱいいっぱいになって表情が出なくなったっていうね、人形病の部分で、あれって要はあれ、まあね、読んでる方分かったと思うんですけど、あれうつ病じゃないですか。要は重度のうつ病、うつ状態が人形病っていう名前を付けられて子供のおもちゃの中で描かれてたわけですけど、あれもそのあれに関しては、まあ、社会問題でもしかしたらその今は結構あるじゃないですか、そういうのが言われるようになってるじゃないですか。 HSP であったりとかうつ病っていうことがもう少し一般的な認知が上がって、その悪いことではないわけだから、心の病だからね、心が風邪ひいてる状態だからそれは無理することじゃないよっていうので、もう正当性があってお仕事もちゃんとそれで休めるとかっていう社会が徐々に変わってきてはいるけど、まあその当時の90年代でそのうつ病だからどうこうって言ってあんまやっぱさ問題視してもらえなかった時代だと思うんですよね。でその中で小花美穂先生自体がお仕事を根詰めた時にうつ状態になったことがあるらしいんですよ。でその時にパッて自分の鏡を見たら自分が思ったほど表情を作れてなかった、自分は普段通りにしているはずなのに何にも表情が変われてないじゃんっていうような体験があって、それをより漫画的に強調したものがさなちゃんの人形病で描いたものっていうふうにもおっしゃってたので、あなるほどなっていう、あそこで鬱って言ってしまうとその後の漫画作品の中でなんかなんだろうな、わかんないけど、その人形病っていう今の形ほどインパクトが残ってなかったのかもしれないなっていう気もしますけどね。うん、
れ大花美穂さんの中で、うん、咀嚼して出したからこそ、うん、なんか伝わりやすいものがあったし、でもあれに関してもあそこに関しても分かるなっていう人はもちろんいたんだろうなっていう、うん、だし今読んでても、うん、子供のおもちゃで出てくる問題って別に何も解決はしてないじゃないですか。一個もいじめもあるわけだしね、若くして子供を産んだ後に捨ててしまうっていうことがゼロになったわけではないし、うん、少しのきっかけで人生の歯車がね、噛み合わなくなってホームレスになってしまうっていう人がいなくなったわけでもないし、うん、なんかね、そういうものってずっとずっと残っていくもので、だからまあ何回読み返しても、うん、今の問題として捉えられるものなんでしょうね。子供のおもちゃのさこと話すよみたいなサムネでさ、こんな話すると思わないよね。もっとさ、あのキャラ好きとかの話せよと思うんだけど、なんでだろうな、なんでこっちの話しちゃうかな。予算そう、これか、引きこもるなんて最近の話だから。そうだね、そう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 、それが表面化してきたから今はそういうふうにね認知されてきたけど、だから30年ぐらい前の時点でも、うん、今と似たような事情はあったんだろうし、その時はやっぱ名前がついてないからさ、病にしろ事象にしろ、からその世間で取り上げることが少なかったんだろうね、うん、そこに名前をつけたりであったりとか、名前がついてないけども、うん、こういう漫画で描いてくれたことによって、うん、そういうところで苦しんでる人にとっての救いになったりとかもあったんだろうな、うん、だから、うん、そうだね、だからすごい救いのある漫画だなとも思うしね。そう、サナちゃんぐらい苦しい思いがあって、サナちゃんぐらい明るくいれるかっつったらやっぱ難しいんじゃないのかなっていうふうにも思うけど、でもサナちゃんができたんだったら私も頑張ってみようかなっていうふうにも思いやすいし、斉藤さんが社会問題を切るのが、本日の配信、あれ今年社会問題は切りたくない。こっちの話をここまですると思ってなかった、うん、自分でも予想外だったんだけど、まあでもそれが僕の言うあの人間失格の少女漫画バージョンが子供のおもちゃだじゃないかなっていうところにつながるんですけど、人間失格もちょっとだけ話させてちょっとだけ話させて、人間失格も多分読んだことある方ね分かると思うんですけど、大場洋蔵っていうあの太宰治の、 あの自分をあのモデルにしてるあの主人公が出てきて、まあ大場洋蔵っていうのがあのまあボンボンで生まれるだけど、そのボンボンで美少年で生まれるんですよ。けどなんかその美少年だからこそ子供の時にまあ大人の女性にまあちょっとそういうことを迫られて、まあそれがだから今で言う幼児虐待的なところであったりとか、大場洋蔵って男ですよ、うん、でその大人になってから絵描きになり、漫画家になりたいかなんかだったかな、イラストレーターになりたい、漫画家になりたいみたいな感じで上京してくるんですよ、東北の方から上京してきて、でそこからまあ悪い友達と付き合うようになっちゃって、まあギャンブルを覚えたりとか、そういう大人のお店を覚えたりとか、お酒を覚えたりとかして、どんどんどんお酒と薬に溺れていって、そしてその女性関係とかもぐちゃぐちゃになってって、でその中で他にもいろんな問題、まあ、自殺未遂であったりとか、まあ、薬物のこともそうだし、依存であったりとか、もうさまざまな社会問題であったりとかが複雑に絡んできて、で最後バーッと吐血して、倒れるっていうようなラストに向かっていくっていうのが、まあ、人間失格なんですよ。で改めてその本当に本当にボロボロになって、いろんな人が助けようとしてくれてるけども、それに対して自分は、まあ、無限にしたりとか、ひどい
ね、ことをしてしまったりとかして、で最後にもうぶっ倒れて体もボロボロになった大場洋蔵が、ああ人間失格だっていう自分で自分のことを言うっていうラストに向かっていくのが、まあね、太宰の人間失格なんですけど、そういう要素がコドちゃんにはあるのかなっていう、うん、洋蔵はもう落ちていくしかなくて、その落ちていく中でのリアリティであったりとか、大場洋蔵を通してのいろんな問題っていうのを見せてくれたんですけどね。ただサナちゃんの場合はその落ちたり上がったり落ちたり上がったりっていうのの中で、その強いんだよ、やっぱ最終的に。あの優しくて繊細でものすごく傷つく要素も持ってるサナちゃんだからこそ、ものすごく傷ついてる人のことを考えられるっていう、諸刃の剣なんだよね。でもこれはね、うん、サナちゃんの明るさだったりとか優しさっていうのは、その剣を抜くことによって自分を傷つけることでもあるし、自分が苦しくなる。でも私はできる、私はできる、できなければ私は誰かにまた置いてかれてしまうっていう恐怖がずっとあるからさ。レイ君だったりとか葉山とかさ、お母さんに対してものすごく執着があるのって、サナちゃんって結局はちっちゃい時に自分が実のお母さんに捨てられてしまったっていうのをもう考えてないっていう風に見せてるけども、ずっとそのトラウマが残ってるから、誰に対しても 100% の倉田サナでいなきゃっていう思いなわけじゃないですか。それが徐々に見えてくるのがコドちゃんじゃないですか。でそれぐらい痛みを知ってて、痛みに耐えているサナちゃんだから、最後に子供相談室っていうので痛みに苦しんでる人に対して私は向き合えるし、それが向いてるし、やりたいことだっていうふうに見えてくるっていうのとかも、少女漫画のラストとしてそこなんかいっていうのもやっぱすごいなって、やっぱ改めて思った。前の配信とかでもサナちゃんが子供ね相談室、子供電話相談室で終わってくっていうのが、あのすごくいいラストだったってコメント、あの確かあったんですけど、僕もなんか、うん、それは読み返してすごく思いましたね、うん、痛みを知ってる人が、うん、それをもう一個乗り越えて、乗り越えようとしてる最中でも、うん、誰かの痛みを自分が受け止めようっていうのがサナちゃんの魅力なんだし、久しぶりにね、あれは LA かロスから帰ってきた葉山と会ってる日なのに、サナちゃんがその子からね、その相談受け、電話で相談受けて会いに行かなきゃって言って、会いに行きたいんだけどごめんねって言った時に、いやそれがお前だろっていう葉山に関してもやっぱ、うん、なんて大人な描き方だなって思うよね、うん、すごいなって思うよね、あそこはね。その子供ながらに苦労してるよね、その、うん、そうだね、子供だから苦労するってのもあるしね、うん、うるせえななんかもう今日の斉藤うるせえなおじさんだなおじさんだな、なんか、うん、いやでもなんか面白かったな、子供のおもちゃは、うん、もっともっと多分読んでたらね、いろんな要素があるんでしょうね、うん。あとまあ風花行って直澄くんも、まあ直澄くんがな、直澄くんが強い、強いもんね、本当に強いからね、直澄くんが。よっさん、さてうまくまとまったところ、いや何もないの、もう次の手が何も考えてないまとまったところで今1時間半ぐらいですか、うん、なっちゃん人形病変の時夢でお母さんに置いていかないでるシーンでトラウマの深さを感じる、そうね、あそこでなんかはっきりと描いてくれた感じですよね、うん、それまではなんか感じ取れるかな取れないかなぐらいの感じでずっと来てたものを、うん、まあ明確にね、あそこで
空ですよね。お母さん目線、お母さん目線じゃなくて、ね、赤ちゃんの時のサナちゃん目線、このベンチと空のあの目線がまあずっとあるからサナだったんだっていうところだよね。人間だね、人間だよね。それを考えるとだから人間なんだよ。猫の島もやっぱり人間を描いてんの。めちゃくちゃファンタジーなようで、ね、島にいると猫になっちゃうっていう、それめちゃくちゃさ SF 描いてるんだけど、でも結局最終的には人間に落ち着くんだよ、えげつなさも含めてね。うん、結構ね、この誰かをバーンってやるみたいなところとか、その辛いシーンをとにかく包み隠さず辛く描いてくれるから、そこはもう受け止めれた時にね、読者もちゃんとね成長ができるんだろうなって思うしね。猫の島も面白いですね。これもなんかあれですね、あの尾花先生がどこかの島で、その、まあ、この猫の島の描写の中ではもうそうだったかな、なんだっけな、不発弾かなんかがあるとかだっけな、それでなんかその有毒なガスが島にねバーッと出てるっていうのだったと思うんだけど、それをずっといると死んでしまうみたいな、その有毒ガスがその島から出てるっていう、島かつて出てたっていう、で今でも出るかもしれないって、ずっと地中に埋まってるっていうような島に尾花先生が旅行で行かれた時に、取材なのかなって行かれた時に、ああこういう島があるんだっていう、でこの島をテーマに描きたいっていうので、まあ猫っていう設定を一個乗っけて猫の島っていうのを描いたらしいんですけど、なっちゃん子供の時のトラウマって覚えてますよね。覚えてるよね。子供の時の方がやっぱ怖いよね、どうしてもね。子供の時にね、あの、まあ、成功体験ももちろんそうだけど、やっぱね、否定されたことであったりとか失敗しちゃったこととかで、やっぱずっと尾を引いてね、難しいところになるよね。猫の島はねすごいと思うわ。そのどこだっけな、このね辛いんだよ、この猫の島にその男の子女の子2人がさ、この男の子の方が ね動物大好きで、そのどうしても調べたいからさ、猫の島に渡って、本当は行っちゃいけないって言われてるんだけど、ボートで渡って、でそこでちっちゃいね猫耳のね女の子、この女の子と出会うわけですよ。他の住人も、ね、何十人かいる中で、まあ、全員ね大人の猫だったりとかするんだけど、このちっちゃいね猫の女の子が人間世界知りたいって言って、その自分たちの島の方にねボートで一緒に帰ってくるんだけど、でもなんか猫であることはその黙ってなきゃいけないからってね、みんなにバレないようにしなきゃいけないっていうので、その子にねこのかぶせたり、カチューシャ的にねこのかぶせたりとかね、耳を隠したりとか尻尾を隠したりとかして、なんとかかんとかうまくやってんだけど、でもなんかその島の悪ガキに見つかっちゃって、で化け物だっつって、その男の子たちがさ、この子をさ木の棒とかでボッコボコにすんだよ。もうなんかもうえげつないじゃない、それも。でもやるんだよ、多分人ってやるんだよ、そういうことを平気でやっちゃうんだと思うんだよね。異質なものがいた時にボッコボコにするんだよ。でこの子もこの子でその人間世界を知らないっていうのもあるし、野生的なところもねあるっていうのがあるから、そのやめてやめてだけじゃなくて、その近くになった石をさバッて持って、その主犯格の男をガチンって殴って、でそれが問題になって、もう人間たちの世界に入れないからっていうので、この子を猫の島の方に返すだけど、でそこからもう一展開あるんですけど、そこのね描き方がやっぱりリアルだよ。悪ガキが何の悪気もなく森中をこの子追っかけ回してさ、3対1で
追っかけ回してボッコボコにしてるっていうのが、なんだよこいつらっていう怒りとか胸クソ悪さとか。でもその子がやり返しちゃった時に、あ、それやっちゃったらダメなんだよっていう、それは分かるんだけどさっていうとことか。これもあれでしょ、リボンでやってるんでしょそんなだろうな、96年のね作品ですけど、そのリボンですなよっていうリボンですなよね、本当に小原先生やりますね、ふんだんに。要さ、いじめをしてた子が思春期になっていじめてた子を好きになる恋愛漫画あるあるだけど、だけども、子どちゃんは題材が深い。そうだね、うん、まあいじめの部分はだいぶ濃くね書いてるし、さなちゃんに対してのいじめっていうわけではなかったからね、うん、あるけどね、好きな子にね意地悪しちゃうっていうのはね結構あるあるだったりとかするんだろうけど、うん、なんかそのね、そういうのも言いたかったのかもね、そのあるあるだけど、そのあるあるっていう感じにすなよっていうのも小原先生の中であったのかもしれないよね、うん、別にいいことじゃないじゃんね好きだからいじめていいとかさ、うん、異質だから追っかけましていいとかさ、そのね、それいいわけないんだから、それがそれを30年前にやってるってやっぱすごくない？そう考えると。で、今でも現役なわけだから。不定期ではあるけども、ハニービターって書き続けてる人ですからね。まだあるんだよね。小花先生。小花先生はでも、社会があり続けるわけだから、その問題っていうのもどん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 新しいものが生まれてくるじゃないですか。そうなったらもう、小花先生は、やっぱ宿命として書き続けなきゃいけない人なのかもしれないですよね、うん、30年間ずっとそれをやってきてる方なわけですから、うん、ある程度僕が読んだ中で何に一つなんか、ただのエンターテインメントだなっていう作品はやっぱ一個もなかったですね、うん、でもそういう方ってやっぱいるんだろうなと思いますけどね、うん、ね、アニメ映画とかで言ってもね、そのね、エヴァンゲリオンの庵野監督って自己開示なところが強いじゃないですか。思春期の自分とか大人になった自分とかっていうのをエヴァンゲリオンに混ぜて、でもそれが庵野さんのそういう思い、かつての思いとか今の思いっていうのがそのシンクロするところがあるから、見てる方に。だから感情移入ができる、新宿に感情移入ができるとか、そういうのもある。そういう作品の生み出し方をする人もいるじゃないですか。でも普通に楽しんでくださいねっていうエンターテインメントとして、まあ、細田守さんとかはアニメを作ったりとかしてると思うんですね。社会的な事象、その問題とかではなく、新しいテクノロジーとか社会がアニメになるとこうなんだっていうのが、あの竜とそばかすだったりとかだと思うんですよ。これからのメタバースであったりとか、そういうネット社会っていうのをアニメの世界でもっと美麗に描いて、まあそこの問題とかも若干描いてるけど、うん、細田さん、僕はそこは得意な人ではないと思ってるから、うん、っていうのが、まあ細田守さんで、でも、新海さんみたいに、絶対に普遍的な、うん、大雨が降って都市が沈んでしまうであったりとか、まあ今回のね、すずめの戸締まりであったら、であったらその震災のことですよね、をテーマにしていたりとかっていう、絶対的に普遍なその日本人が抱えてる問題、世界が抱えてる問題っていうものを、あの自分の作品の真ん中で伝えたいっていう、残したいっていう方とかもいるから、うん、やっぱ作家さんっていうのは、まあ見ていくと本当に面白いんですよね、うん、でその中で、まあ新海さんとか太宰治とかに近いのが小原先生かな。うん、小原先生をまとめるのはやっぱ難しいは難しいよね、うん、全部憶測なんだからね全部斎藤の憶測だからね、小原先生ってこうであろうなみたいなところで今もお話ししてるけど、うん、あともちろんね、ライトに
行っても面白いです。そうね。あと紹介してないやつあったかな。パートナーの話して、アンダンテもまあお話ししましたよね。三角関係のお話ですけどね。うん、義理の妹の女の子。で、お兄ちゃん。で、お兄ちゃんが出会う天才ボーカリストの三角関係のお話。ね。夜遊びプラスワンの、三角関係のお話っていう感じで読むと面白いかなと思いますし、いいんだよ。アンダンテもね、アンダンテはね、途中はね、ああ、なるほどなっていう、あ、恋愛漫画を今回は描かれてるんですねっていう感じで行くんですよ。けど、アンダンテの最後は僕は気持ちよかったかな。うん。尾花先生の終わり方は僕は好きなんですよ。ベタじゃないんだよ。絶対ベタで終わらないのよ。うん。ああ、わかるわかる。こういう展開でいくよねっていうような、うん、ストーリー展開って気持ちいいし、それが8割ぐらい読んでたら、ラストがある程度見えてきて、それ通りに気持ちよくスパーンって終わってくれる作品って、読みやすくてさ、気持ちよくてさ、ああ、この作品好きだわって思いやすいっていうのもあるんだけど、小原先生の場合は、今ね、ゆうさんもアンダンテもしんどかった。そう、しんどいんだよね、基本が。基本ラインとして、まあ、コドちゃんに関してはまたちょっとあれなんだけど、コドちゃんもね、あるけど、コドちゃん以外の作品って、ポップを考えてないのよ、あんまり。ポップにお伝えしますねっていう。食べやすくお伝えしますね、みたいなことを全く考えないの。僕の中で全く考えてない作品だと思う。コドちゃんは当てに行ったらしいんです。ヒットさせる要素を自分の中でも考え、だから言ったら天使なんかじゃないんですよ。矢沢愛の中での天使なんかじゃない、みたいなのが、小花先生の子供のおもちゃなんですよ。だからちゃんとヒットしてる。で、子供のおもちゃがヒットして、自分が一発の漫画家になった。で、いよいよ自分の好きな表現ができるぞってなったらもう、その、食べやすくはしない人なんですね。だから、子供ちゃん以外のものって、むちゃくちゃ死ぬ。アンダンテも確かに死ぬ。けど、終わり方が僕は大好きなんだよ。それは僕はね、天気の子で、新海さんの、新海誠監督の天気の子を見た時にも思ったんだけど、一般的な終わり方と違う。天気の子の終わり方って、世界を取るか、僕ら二人を取るかっていう選択を迫られた時に、僕ら二人でいることを選ぶっていうのが、天気の子なわけですよね。ざっくり言うとね。うん。けど、アンダンテも、そっちに行くんだよ。世界中の人たちが楽しめるようなものを選ぶのか、僕ら二人でいることを選ぶのか、僕ら二人でいることを選ぼうっていうのが、アンダンテのラストで、僕はこっちの終わり方が好きなの。だってそうじゃんって。だって本当に人を好きになった時って、世界なんてどこだっていいよ。その人と一緒にいれたら、自分がいかにお金を稼げようが、いかに好きなことができようが、それはもう、その人といれないんであれば、その人生は楽しいものにはなりにくいんだよ。だったら全てを捨ててもその人と一緒にいたいって思うのはものすごく自然なことだし、うん、かなーって。ゆうさん全部こんなラストかってなりますね。なりますよね。パートナーもそう。うん、パートナーすごく救いがありましたよね。うん、その中で、うん、パートナーはこういうラストで会ってくれたらなっていうようなラストに収まっていくところもあったのかなと思いましたけど、それまでの展開がやっぱすごいから、パートナーはね。うん。なんかすごかったですね、アンダンテはね。ラストがすごく気持ちいいんだよね。うん。まあ子供のおもちゃもそうじゃないですか。ね、秋と葉山とね、さなちゃんがはくっついたっつって、で、なんか10年後ってやって、みんながそのさなちゃんと葉山が結婚式やってるパーティーに集まってっていうラストでいいんですよ。そっちの方がザ・漫画じゃないですか。高橋留美子先生のもう大傑作ランマ2分の1ってそうしてるんですよ。いろんなものをバーって描きながら、ランマにいろんな許嫁がいる恋人候補がいるって中で、
天道茜と早乙女蘭馬どうなるんだってなって、最後いろんなもう戦いとかね、中国を渡ってオッケーなねバトルがあって、で全部スパーンってすっぱ抜けて蘭馬と茜の結婚式で終わらせるんですよ。そっちの方が独語感がいいの絶対に。でどんなにしっちゃかめっちゃかにしても、その1個のラインがあった中でそれのゴールみたいなところを見せたら、あのちゃんと終われるんですよ。ちゃんと丸ってつけれる、おしまい丸ってつけやすいのがそれだと思うんだけど、うん、小原先生はね、なんか丸をね素直につけに行かないっていうね、うん、基本点点点で終わらせたい人でもあるんだろうし、うん、MH さんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あと20分ぐらいやりますかね、8時までやらせていただきたいと思います。なっちゃん確かに結婚式だと思うね、あベタで言えば絶対そうなの。風花とか剛くんとかあやちゃんとか来て、で何だったらレイくんとね、くるみあさこさんの結婚式も一緒にやっちゃおうみたいなところで、それがもうザ漫画のラストじゃん。けどそんなことはしない、そんなことはしないって。であのちょっとだけそのディープクリアの核じゃない部分のネタバレだから言うけど、あのレイ君とあさこさんね、さなちゃんのね、マネージャーであり紐だったレイ君っているじゃないですか。そのレイサングラスのレイ君とくるみあさこさんね、大女優のあさこさんがかつての恋人でって言って、さなちゃんなんだかんだ会って、でまた付き合い出しましたってあるじゃないですか、子供のおもちゃの中で。でディープクリアの中でレイ君とあさこさんのその後も描かれてるんですけど、レイ君とあさこさんあの結婚するんですよ。その後結婚するんですけど別れますからね、うん、離婚しますからね、あさこさんとレイ君は。離婚しても、でも今でもなんか分かん、なんか恋人なのかよく分かんないけど、今でもなんかちょっとお付き合いは続いてますっていう、なんか、ね、リアルだよね。結果でなんかそこもちょっとリアルではあると、うん、綺麗すぎないところが、うん、小花先生の真骨頂だなっていう。 MH さん、小花美穂昔すごくハマってましたね。 MH さんはどの辺読んでますかね、まあ、この茶はね、まあ読んでらっしゃると思いますけどね。今日だとね、猫の島とかアンダンテとかパートナーとかね、あちょっと今ここには揃ってないですが、ハニービターとかね、はい。なちゃん綺麗すぎない、確かに綺麗すぎない、綺麗すぎないかもね、小花先生の一番バシンとくる言葉ってね、うん、綺麗すぎないところで期待を、期待というかね、予想か、予想を裏切ってくるっていうね。 MH さん、この手を離さない、切ないネガス、ああこの手を離さないだ、大人だな、あったな、ここにあったな。よいしょ、この手を離さない、面白かった。この手を離さないはさ、大人だぜ。むっちゃ古いからね。小花美穂でもないやんっていう絵柄よ。ね、なんか一瞬で、小花美穂っぽくもないのよ。もう、ザ少女漫画っていうようなタッチ。ストーリーすごいぞ、この、この手を離さないは。面白いんだよ。このねぐちゃ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 なんだよ、この中がさ。でこのヒロインの女の子がいい子なのか悪い子なのか分かんなくて、でそのね、根っからのいい子じゃないの、もうヒロイン自体をさっきの言葉で言えば綺麗じゃないヒロインにしちゃうんだよ。かつてキラキラしててニコニコしてサナちゃんみたいだった女の子を、なんかもうドロッドロの擦れた女の子にしちゃうの。でも再会した時に主人公のね男の子はまたやっぱ恋をするわけよ。ずっとその子を求めてて、でその子を助けたいからさ、すげえもう日本中駆けずり回ってさ助けようとすんの。
自分の夢も捨てて助けようとするんだけど、その女の子がね一個一個の選択で全部そっちじゃないっていう二つ分かれて、そっちじゃないそっちじゃないっていう全部選択間違えて、そっち行ったらもう助けられへんやんっていうことをやってくんだよね。でもなんとか頑張るんだよね、この男の子が。この手を離すのは面白い。コウ君が好きすぎて、当時小学生でした。いやーいい男だもん、コウ君っていうね、その男の主人公の男の、いい男の子なのよ本当に。ユウさん、この手を離さない、すぐ買いますでした。絶対好きだと思う、ユウさん絶対好きだと思うよ。ね、MV さん本当にね、コウ君ってめちゃくちゃいい男ですよね本当に。そうだな、かつてやった恋人にしたいランキングの中でね、このコウ君のね名前をね出せなかった、その時僕は知らなかったからね。このコウ君はね、もうとにかく一途っていうわけではなかったんだけど、最初はね、またそこが色っぽいのよ。コウ君はなんかね、もっとなんかね、すごい真面目なね、いい子だったわけなんだけど、モテるのよ。顔もかっこよくてね、女性の扱いとかもすごくね丁寧なやつだからね、モテんの。で、そのちょっと大人の女性とね恋愛したりとかしてて、言ったらプレイボーイみたいな子なの。そのプレイボーイがかつてのその同級生ね、自分のマドンナだった子と再会して、その子にグワッとなっていくっていうね。いいんだよ、いいんだよ。でその中にね、短編がね何個か入ってるんだけど、短編のタイトルは何だっけな、あれね、ほとんどいいのよ、無期限の幸せっていうねのもあるんです。これもねめちゃくちゃ良くて、尾花先生はね、どの短編読んでもね、読み切り読んでも面白い、めちゃくちゃ面白い、読み切りのね読後感とかね、加減の月っぽい感じのね、その恋愛をこういう風に描くかみたいな気持ちよさがあったりとか、あこれ好きだったな、これのタイトルなんだっけ、あ、そんなロマンスっていう、そんなロマンスっていう読み切りもこの手を離さない後編にね載ってたんで、これもいい、これも面白いですね。はい、おすすめがいっぱい多い。切ないねって、切ないねも持つ。 MH さん、女性もかっこいいですよね、レジのお金を盗んだ人は許すな。あ、ジジイね、あのね、旅館で、じじ、旅館じゃねえよ、パチ屋か、パチンコ屋さんね、あれいいんだよな。切ないねの方か、レジのお金のやつ。切ないねってあれだ、駆け落ちのやつだ。切ないねのラスト好きだったわ、切ないねのラストめちゃくちゃかっこいいんだよ、めちゃくちゃかっこいいんだよな、切ないねのね、女の子が主人公、切ないの方だよね、エメイさんパチンコ屋さんのやつって確か。切ないねの方のね、高校生の女の子が20歳ぐらいの、20歳もいかないかな、どんぐらいだったか、中学生の女の子が18ぐらいの男の子だったのか、20歳ぐらいの男の子になるかね、このちょっと年上のね男の子にね恋をするんですよ。地方のパチンコ屋さんで住み込みで寮があって働けるってところに駆け落ちで来んの。ゆうさん、切ないね、もうすぐいいかな。切ないねはね、苦しいよ、途中までめちゃくちゃ苦しいから、叶わない恋愛だって、駆け落ちしてきた男の子を好きになっちゃうんだから、そのパチンコ屋さんの社長の娘の女の子が、その駆け落ちでその寮に入ってきたね、カップルの男の子の方を好きになっちゃう。で、叶わないって分かってんだけどさ、めちゃくちゃ綺麗な人だし、
で いろんな事情があるんです。駆け落ちしてきた事情もいろいろあって、でその最後ね、最後そのね男の子と女のね、その主人公のね、その学生の女の子っていうのがこうもうこれっきりだなっていう風になってくんだけど、このラストがめちゃくちゃいいから、マジでかっこいいから、手紙を最後に出す、手紙を最後に出してさ、ね、別れだからっつって、その女の子が、学生の女の子が好きだった男の人に手紙を渡して、で男の子がバーッて去っていく、タクシーの中でその手紙を読むわけ。でその手紙をバッて読んで、でこれを読んでくれて自分の思いをちゃんと伝えられたなっていうので、その女の子の失恋っていうのがね完結するんだけど、その手紙を読んでタクシーを見送ってずっと泣きながらね、その駐車場からそのいなくなれないわけ。女の子がずっと立ってる。でそこでブローッって言って戻ってくるのよ、タクシーが。でその大好きな人が乗ってるタクシーがブワーって戻ってきて、その手紙を読んでくれたからこそのタクシーから降りてきての、めちゃくちゃいいんだからね。えいや、いいよね。うん、MH さんいいっすよね、切ないでいいっすよね。ほんと全ストーリーいいよ。うん、MH さん当時切ないってこういうことかと初めての感情、いや本当に切ないよね、あれは間違いなく切ないねなんだよね。うん、なんだけどあのね、経験したことないわ、本当に経験したことがない、まごうことなき切ないねがあの物語には詰まってた。好きになることもやっぱ止められないし、好きになってしまったら、あ違う、レジのお金盗むのあれだ、この手を離さないの方だ、そう旅館で疑われたんだね、ジジイが盗んでるやつを。そう切ないねはね、また別のあれだと。そう切ないねはね、そう好きになるってことは止められないんだよね、叶わないって分かってたとしてもさ。でも叶わないって分かってるけど、どうにかさうまくいってほしいと思うわけじゃん。ってなった時にやっぱさ、ズルしたいって気持ちは出てくるじゃん。邪魔したいってわけじゃないんだけど、なんかそのさあるじゃない、それは。だって目の前のそこの二人が別れたら自分はその人に見てもらえるかもしれないわけだからっていうのがあるから、っていうその人間の純粋じゃないところ、純粋じゃない、純粋に好きだからいい人ではいられないっていうところとか、でも悪い人でも生きれないからっていうところとか、その全部それを行動に移してしまう未熟さとかがその学生の女の子に詰まっていて、でそれを自分も若いのよ、自分も二十歳そこそことかで別に人生経験あるわけじゃないよ、ね、その駆け落ちしちゃうってこと自体がまあ言ったら若気の至りみたいなところもあるわけじゃないですか、うん、そうするしかなかったっていうのもあるけどさ、そういう選択肢しか取れなかったっていう若さもさ、その男の子側にはあるわけだけど、でもその男の子が受け止めてくれたりとかね、っていうのもかっこよさもあって、切ないねのラストはまあ抜群だね、まあ抜群だね、ああ最後まで読んだ時にああ読んでよかったなと本当に思えるから、ね、ああすごいですね、そう考えると大場の美穂先生ね、うん、ちょっと一瞬トイレ行かせてください、はい申し訳ないです、大丈夫ですか、あの今僕がこの2時間近く話してることって合ってるんですかね。なんか最後あのお手洗いから戻ってきた時に皆さんからあのコドチャであったりとか、あの大場の美穂先生とか、その大場の美穂先生の作品に関して何かご質問とかねあったら、あの最後答えさせていただきたいと思いますので、よかったらあのこのおトイレ休憩の間にね、ちょっとコメントでその辺残しておいていただければと思います。じゃあちょっと行ってきます。
お待たせしました。ありがとうございます。あ、メヒコさんこんばんは、間に合った、ありがとうございます。ありがとうございます、メヒコさん。いないところにね来てくださった形かもしれないですね。ありがとうございます。メイツさん、コドチャはリボンで読んでて、アニメ化した当初は葉山の声の違和感がすごかった記憶。あ、でもあ、うん、そうかもしれない。なんか葉山の声、確かに僕も違和感あった気がするな、ちっちゃい時に見てた時。低かったのかな。なんかもうちょっと、もうちょっと葉山って繊細そうな声な気がし、なんだけどなって思ったような気がするな。うん、なんか図太すぎるかなって思った記憶はあるんですけどね。みこさん、子どちゃとご近所は私が縛られなくて自由に生きていいんだと思えて人生を変えてくれた作品です。大好き。おー、すごいね。やっぱそんだけ人生変えてるんだからね。でも確かにそうだね、子供のおもちゃは、うん、そういう優しさというかね、あるよね。包み込んでくれるものもあるし、肯定してくれるからね。サナちゃんがやっぱ読者を肯定してくれるから、そこは大きいですよね、本当にね。うん、そっか、両巨頭かもしれないね。ミカコとね、サナちゃんってこの明るいリボンヒロインの、まあ、両巨頭かな。まあもう一個入ってくるってなると、ね、ミキなのか姫ちゃんなのか、うん、どうだろうな。いやでもな、ママレの場でミキはそんなにむちゃくちゃ全力明るいわけじゃないからな。姫ちゃんの方が明るいのかな、どっちかというと。ゆうさん、メイコさん、私もそうかも。おー、やっぱ子供とご近所でかいっすね。うん、いやそうだよな、僕もやっぱりすっごい残ってますもん、子供とご近所ね。やっぱ僕ら世代とかだとね、残るよな。えいこさん、なるなる校長といたな、なるなる校長中学の校長とね、兄弟のやつね、毛が2本になるやつ。さなちゃんのお母さんに思春期救われたって。ああ、いやーでもそれもすごいね。うん、確かに。なっちゃんもね、なるなる校長好きですって。いや確かにそうだね。ねえ、ゆうさん、美香子とさなちゃん、ほんと憧れ。確かこう行きたいっていうね。いや、すごいよな。本当にすごいと思うよ、美香子とさなちゃんのこの影響って。純粋に憧れるもんね。で、このさなちゃんって、尾花美穂先生の中学じゃない、小学校か。小学校時代の、には本当にいた女の子をモチーフにしてるらしいんですよ。モデルにしてるらしいんですよね。ご自身の小学校時代のお友達で、そういうなんか事務所に入ってて、少し芸能活動をしてる、すごい活発でサナちゃんみたいな女の子がいたんですって。で、あの子が私はずっと憧れてて素敵だなと思ってた子だから、私が憧れてたあの子みたいな女の子を主人公に漫画を描いたら、きっと私みたいにその女の子を好きになってくれる人がたくさんいるって、そのキャラクターを愛してくれる読者がたくさんついてきてくれるはずだからっていうので、さなちゃんが生まれたらしいんですよ。でもとことん実体験からとか、実際にある事象から漫画を描くのが尾花先生らしくて、すごいっすよね。なっちゃん、レイ君とさなちゃんの紐関係をきっぱり切り捨てるシーンですけど、あー確かにかっこいいからな、そこスパッとしてる感じな。うん、その辺がなんか気持ちがいいんだろうね、子供のおもちゃって。バランスがね、それがいつまでもドロドロしちゃうと読後感良くないというかね。そもそも重いテーマも結構扱ってるものだからさ、そのスパスパスパってやってくれるところはやってくんないと、なんかちょっとね、重たくなりすぎる部分もあるのかもしれないね。気持ちいいもんな。美子さん、ゆうさん嬉しい、さなちゃんも美香子も2人とも自分を確立してますよね、子供の頃に憧れました。確かにね、ほんとそうだね。
MH さん、さなちゃんが高校生で化粧品の看板ですごく美人になってるところがなんかすげえ、あれかっこよかったね、あれかっこいいね、あれはもうさ、あれもリアルだよね、あの同級生が見た時にさ、遠い存在になっちゃったなっていう。いや絶対そうじゃん、街のさ、渋谷みたいな街のさ看板でさ、そういう資生堂的なさ、このポスターなわけじゃん、なんかこのさなちゃんここなってるやつバーンって見たらさ、本当に同じクラスにいた人みたいな、絶対なるもんね。あの辺の差し込み方も見事でしたね。あれがあることでその後のさ、直澄くんとのさね、週刊誌に出ちゃってっていうのをみんなが信じちゃうっていうところにもつながってくるから、あそこで一回もう溝が開いちゃってんだよね。でもさなちゃんの中ではさ、学生生活がさちょっとままならないとこ、まあ忙しい、ね、芸能生活忙しくしてたらその学校とのバランスがうまくいかなくなったから、よりね仕事の方に力入れてっていうのがあったからね。なっちゃん、それを葉山が見て化粧のせいだろうとか言うのもまたあんたやっぱり好きだろって確かにね、葉山可愛いんだよ、葉山めちゃくちゃ好きだからね、さなちゃんのことが、超好きだから。それもディープクリアの方でもね、こっちの方でもいかに葉山がさなちゃんのこと好きかっていうのも出てきますしね。いや、いいっすね。いや見事、本当にお見事でしたね、子供のおもちゃは。でもそう、またあれですよね、この補足情報ですけど、なっちゃんめちゃくちゃ好きですね、めちゃくちゃ好きだよね、そこがいいんだろうね、そこが可愛いんだよね。で葉山の葉山が女性さなちゃん、女性ってかも多分さなちゃんだけで行くから、あいつはさなちゃんのことを好きになるのって母性なんだよ、お母さんなんだよね。風花は母性の人ではなかった、対等であろうというか、ちょっと男なんやからっていうところもあったりとかした部分あるんだけど、さなちゃんは徹頭徹尾葉山のお母さんっぽい人だった。だから葉山はその葉山自分のトラウマがあるからこそさなちゃん以外に考えられなかったっていうね、そこのバランスもすごいね。さなちゃんはさなちゃんで、でも自分だけを求めてくれるっていう人じゃなきゃ合わない。さなちゃんも喪失感があるわけだから、で誰かと結婚するってなった時にね、それもうまいこと描いてるなと思ったんだけど、さなちゃんってずっと婿養子に取るって言ってたじゃないですか。であれなんかちょっとギャグ的な描写として、あの婿養子って要はさなちゃんお母さんとのつながりをなくしたくないっていうことなんですよ。お母さんとしかさなちゃんはその密なつながりを持ててないから、お母さんと自分がそのつながりを切ってしまった、名字が変わるっていうだけのことなんだけど、でもその名字っていう倉田っていうせいでつながってたわけじゃない、血がつながってないから倉田でっていう名字でつながるしかないのお母さんと。でもそれを自分がお嫁に行って名字が変わることによって唯一のつながりを持った人間お母さんとのそのそれを断ってしまうっていうのがさなちゃん嫌だったから婿養子って言ってるわけ。お母さん以上にとかお母さんと同じぐらい好きになれる異性が見つかるって想像できてないから。けどこっちのディープクリアで結婚したさなちゃんは葉山のせいになってる。これは子供のおもちゃから10年経ったさなちゃんの考え方が変わったってこと。お母さんとしかつながりは持ててないと思ってた自分が葉山明人っていう自分だけを求めてくれる人と出会ったことによって葉山にと一緒にいることで自分はその失ったものを常に
埋めてもらえる、癒してもらえるっていう思いもあってのこの10年後ディープクリアでの早麻生なのかって思ったら、まあその辺も見事だなっていう、すごいですよねこの持ってき方も。美穂さん大人になってなるなる校長の深みが分かった。確かに、うん、大人になるとなんとかなるなるからなんとかするするって確かにね受け負う立場にもなるしね、なんとかするするってね。でも後輩とかね年下の子にはねなんとかなるなるってやっぱ言ってあげたいしね、うん、いいよね。すごいピンチもなんとかしてこれたの、やっぱそれはもう美彦さんのね強さですよね、うん、一生懸命ねさなちゃんとか美香子みたいに生きるんだっていう風にねやってきたことだから、かっこいいよなっちゃん。うわー早間になって、うわー小花先生深いで、いや深いよね深いよね、その歴史見てると深いよね。嬉しいじゃん、しかもそこまで早間のことを好きになれたんだっていうのもそうだし、早間にとってもさなちゃんしかいなかったんだっていうのもそうだし、すごいんだよ。だから苦しむんだよ葉山は。このディープクリアの中でさなちゃん子供ができて出産するってなった時に怖いでしょ。葉山は本当に怖いんだよ。だってお母さんは自分を産んで亡くなってるんだから、自分産んで死んじゃってるお母さんのことが大好きで大好きで仕方なかったわけじゃない。会ったことがない人だけど、夢の中ねでしか会ったことがない人だけど、そのお母さんを求めてサナちゃんといるっていうのもあるわけだ。でそのサナちゃんが出産を迎えるってむちゃくちゃ怖いんだよこれって。自分がこの人しかいないって思った人がいなくなっちゃうかもしれないっていう怖さは、それはもう男だってそれは同じなわけだ。でそれをあの葉山がここまで感情あらわにしてくれるんだっていうところもこのディープクリアのまあ見どころですな。ああで子供が生まれた後にそのさなちゃんと葉山のお子さんね、子供の名前っていうのがなんと見事にこの小花美穂先生がさなちゃんのモデルにしたかつてのご自身の同級生の名前をそのままつけることになったっていうところの、小花先生との人生とこの子供のおもちゃディープクリアまでのこの物語ね、流れつながりっていうのもまあ見事なものなのでね、ぜひぜひ子供のおもちゃね読んだことあるよっていう方はね、はい、まあもう多分ね書店ではね並んでないものなのでね、インターネット経由でしか買えないものだと思いますけどね、このディープクリアもおすすめですよというお話でございました。じゃちょっとねはみ出しちゃいましたけどもね、8時12分ですから、もうぼちぼち、はい、子供のおもちゃ語ろう配信終わりたいと思います。よさん、令和の子供に読ませたい作品、確かにね、全時代の子供に読んでほしいですね。そうね。さあというわけで皆さんありがとうございました。はい、じゃあ最後にね、皆さんの、点呼取っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、じゃあよさんありがとうございました。よっさんありがとう。なっちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ゆうさんありがとうございました。ね、いつもありがとう。MH さんありがとうございました。と、めひこさんありがとうございました。間に合ってくれてありがとう。へいへいへい。あとは、な、頭の方でね、ケイティさんだったりとかね、マリッペさんだったりとかね、おにぎりさんとかね、サリーさん。来てくれてましたね、ありがとうございました。ではね、また、週1生配信ね、また戻していきたいと思いますので、また来週、はい、何かしらでやらせていただきたいと思いますし、もうちょっと綺麗にね、この小花美穂先生に対しての、うん、矢沢愛先生をまとめた時のような、あの小花美穂というのはこういう人なんだっていう動画もね、撮影して編集して、まあ、出せたらなと、まあ、もしかしたらちょっと時間かかっちゃうかもしれないですけども、はい、そんな風に思っております、あ、ありがとうございます。久々配信ありがとうございましたってね、ケイティさんありがとう。
なっちゃんも素敵配信でした、今すぐ読み返します、ありがとう。あよさん、告知などがあればどうぞ、ありがとうございます。はい、というわけで皆さん、本当に最後の最後告知でございます。はい、今年2022年の12月の1日からね、12月31日にかけてですね、まるまる1ヶ月間、私斉藤リリーがですね、神奈川県の、横浜のあたりです、日の出町というところのね、セブンアーツカフェという、カフェバーで、まるまる1ヶ月間個展をやらせていただきますよね。1ヶ月間個展も、やって、まあ、その中でね、在廊してる日も多いですし、よかったらね、斉藤の絵も見てみたいよという方はね、遊びに来ていただければと思います。入場料的なものは一切、ね、ないですし、まあでも飲食店なので、まあお店に入ったらお飲み物だったりとか食べ物だったりとかを、まあご注文していただければどなたでも見れるよという形になっております。でよろしかったら、まあお土産的な形で、まあ斉藤の絵をね、買って持ち帰っていただければ幸いかなと。そんなのを、まあクリスマス付近12月まるまるやっていきたいなと思いますね。斉藤の絵をね、ここで全然見せたことはないんですけど。あ、次も楽しみにしてます。ありがとう、ゆうさんね、みこさん楽しみで、ありがとうございます。じゃ最後にね、本当に最後の方にまで残ってくれた方にね、斉藤の絵を1枚だけ見せて終わりたいと思います。はい、以上。直近で描いた絵をね、1枚見ていただきまして、まあ、こんな感じのものが、たくさんたくさん12月には揃う予定ですよっていう形でございます。はい、はい、こういう感じの絵を斉藤は描いておりますのでね、はい、まあ、これによってね、まあ、感想が来る来ないっていうのが、まあ、怖い部分もあるので見せてなかったところもあるんですけど、まあ、こういう風にね、まあ、割とポップめな絵だったりとかっていうのも描いて男でございます。一応ちゃんと絵描きだぞっていうここで皆さんに見ていただきつつ、まあ、12月のことやお時間ありましたらお待ちしておりますということでございました。はい、というわけで皆さん、2時間以上ですね、2時間15分ぐらいの配信でございましたけども、見に来てくださってサリーありがとうございました。ありがとうございます。江口さん素敵です、ありがとうございます。あ、嬉しい、ありがとうございます。予算12月時間調整していく予定です。ありがとうございます。嬉しい。なっちゃんも見に行きたい。斉藤さんも矢沢愛先生熱狂ファンだと思ってました。確かに。それは間違いではないです。はい、矢沢愛先生熱狂ファンであり。はい、でもまあ、絵も描いてるぞっていうやつなので、よかったらね、今後ともお見知りおきよということでございます。はい、というわけで皆さん、長い配信ですね。でしたけども最後まで見ていただきありがとうございました。斉藤みちゃんも斉藤リリーでした。ありがとうございました。またね。グッドボタン押してください。今日楽しかった方、いいねもよろしくお願いします。ありがとうございました。